岸田文雄首相が所信表明演説で経済、経済、経済と連呼したことが話題を呼んでいるこの演説に対する代表質問で立憲民主党の泉健太代表は国民が望むものは給付、給付、給付だと主張するなど論戦を繰り広げた。だが 岸田首相の新たな経済政策も泉代表が主張する給付もいずれも対象両方的なばらまきに過ぎないなぜ野党による代案は面白みや斬新さを失ったのか歴史的背景を踏まえながら解説する岸田首相の経済経済経済はイギリス・ブレア元首相へのオマージュか 岸田文雄首相は10月23日の国会における所信表明演説で、経済、経済、経済、私は何よりも経済に重点を置いていく、と訴えた。思い返せば、イギリスのトニー・ブレア元首相も、首相就任時の演説1997年5月で、私には実行したい政策が3つある。それは教育と教育と 教育だと述べていた今回の岸田首相の演説はそれに倣ったのかもしれないしかしいくら言い回しを似せても両者の思想や歴史的背景は大きく異なる岸田首相はそれを分かっているのだろうかブレア元首相は労働党を率いていた際過去に労働党が言ってきた手厚い福祉による弱者救済から路線を変更した 訓練や教育による能力向上によって雇用機会を拡大し弱者を自立させることを目標としたのだまたブレア元首相はニューレイバー新しい労働党を提唱旧来の労働党の社会民主主義路線とライバルである保守党が打ち出していた新自由主義路線を部分的に組み合わせた資本主義と社会主義の長所を生かし合い 短を補ううとという思想は当時としては斬新だったその一方で岸田首相の経済経済経済にはどんな新しい要素が存在するというのかというのも岸田首相は新たな経済対策の一環で4万円の減税非課税世帯への7万円給付といった施策を検討するよう与党に指示したという。 また、ガソリン代、電気代、都市ガス代などの負担軽減を重点的に行い、補助金支給を続けることも決定済みだ、本連載第回。これらは、ブレア元首相が脱却した手厚い福祉による弱者救済に見えてしまう、いわゆるばらまきである。もちろん、物価高に苦しむ国民の負担を緩和し、一息つかせる意味では必要な施策だ。 だが、物価高そのものを防ぐものではないその効果は一時的なもので効果が切れたらまた次の繰り返しになりかねない岸田首相の新たな経済対策はどれも対症療法に過ぎない岸田首相は賃上げにも取り組む方針だが自民党政権は安倍晋三内閣期以降何度取り組んでも賃上げに成功したことがない 岸田内閣は賃上げした企業に対する優遇税制の拡充などを打ち出しているがそもそも賃上げを政府の要請で人為的に行うのは不自然である本来賃上げは経済や企業業績が良ければ半ば自然発生的に起こる生産性が高く効率よく利益を生んでいる企業では人件費に回せるお金も自然と増えるからだ その条件が整わないから企業は賃上げを実行できず毎年のように政府が要請する事態を招いてきた賃上げ問題の本質的な解決にはジョブ型雇用の導入による生産性向上など抜本的改革が必要だといえる岸田首相による新たな経済対策には他にも国土強靭化少子化対策などが含まれている ししかし正直なところこれらにも目新しさはあまりない国土強靭化とはインフラ整備を含めた災害対策の強化などを指す伝統的な自民党の経済政策である公共事業を大規模に行おうというものだただし土木建設などの業界では少子高齢化で人手不足が慢性化していて工事が進まない現実がある 安倍政権は2019年に単純労働分野での外国人労働者の受け入れを認めたがその後も土木建設などの業界では人手不足が改善されていない低い賃金劣悪な労働条件人権侵害問題などで日本が外国人に出稼ぎ先として選ばれなくなっているからだ政府は国土強靭化に予算をつぎ込む前に そうした状況を改善するべきではないかさらに岸田内閣は異次元の少子化対策を打ち出し1児童手当を中心とする経済的支援強化2幼児教育や保育サービスの支援拡充3働き方改革の推進を実行しようとしているところがこれらはすでに結婚して子どもがいる人たちを支援の対象としており 未婚や子供がいないな人たちは対象外だ。子育て支援策に過ぎず真の意味での少子化対策ではない真の少子化対策を進めるには子供がいない人たちが産みたいと思える社会を作る必要がある現状の対策からはそのための打ち手が見えてこない要するに岸田内閣が打ち出した経済対策は 問題を本質的に解決するものではない。目の前で苦しんでいる人をとりあえず救う対症療法に過ぎないそれでは一時的な救済はできても金が尽きたらまた金がいるの繰り返しとなるそもそも日本政府は多額の借金を抱えているこの繰り返しが続くと財政赤字はさらに加速してしまう 以下はネチズンのコメントをまとめたものです記事の内容に賛同します国会討論を見ていますが政府は言うまでもなく野党も「木を見て森を見ず」の状況です現状を改善する本質的な議論がなく目先の賛同や人気取りにばかりに走っていますもっと国民が納得できるような本質的抜本的な解決策を打ち出してほしいものです ただ自民党政権が続いた結果が現状であることは間違いないので政権交代は必要と感じています基本的に経済に対して政治ができることはないと考えていますあるのは経済の邪魔をしないことと企業活動をサポートすることこれだけでいいんです 政治がその辺をわきまえることが大事だと思うんだけど、党の政治家はそれをアピールに利用しようとして、余計な声ばかり上げてるように見えます。政治は危機管理と外交と福祉と税制だけやってりゃいいと思います。極論ですが、国を守り、公平かつ効率的な税制を作り、企業と国民が過ごしやすい環境を整える。 それだけでも結構な仕事量になると思うのですが、なんか票になりやすいわかりやすいことばかり言ってる気がしてなりません。野党だけじゃなく、与党もです。自分は必ず選挙に行きますが、行く気がなくなる人の気持ち、すごくわかります。批判ばかりしていると言われている野党だが、対案を出したり、与党案に賛成するという仕事もしていると申し添えた上で、 立憲の泉代表からは、あまり対極的見地からの意見が見られない場当たり的な雰囲気があると思うそろそろ適任の人がいれば立憲の代表のイメージを変える方が良いのではないだろうか4万円減税で鬼の首でも取ったかのように得意顔している政府も政府なら給付金だと大騒ぎしている野党も野党あまりの場当たり的な論争には呆きれるばかり。 国民は一時金の支給ではなく恒久的な改革を求めているんだよ。差し当たってガソリンの二重課税とトリガー条項の発動を真っ先に実施してほしいね給付より減税だ給付でも全ての人に同額の給付なら構わないが多くの場合は非課税世帯にのみ給付となる物価高で苦しいのは同じなのに。 頑張った働いた人のお金を一部の人しかも税金を納めている額が少ない人に渡すという不公平な制度国民の分断を生む減税ならもちろん税金の種類によって恩恵を受ける人は変わってくるが給付よりもずっと公平物価高対策なら消費税減税が良いかと思うがただ小売店などはシステムの変更が大変だとは思うが 給付よりは減税だ野党がだらしないんじゃありません立憲民主党がだらしないのです立憲民民主党党は自民党の補完勢力ですからねだから自民党も立憲民主党しか相手にしないようにしているしマスコミも野党は立憲民主党しか取り上げない自民党の独裁のためにその引き立て役として立憲民主党が野党第一党でなければいけないんです 自民党党よりまとともななな政策を出せるる野ががあんんててことが世間に知られてはいけないけでしょう次の選挙で少なくとも野党第一党は変えないといけません今やろうとしてる減税だろうが給付だろうが何をやっても国民は公平でないという批判の声はなくなることはないでしょうね一番多くの国民に平等で分かりやすいやり方は。 年年からでもちろん雇用期限後に今の消費税より上げることはないという確約の下でそんなことしたら財源がなくなり大変でしょって声も出てくると思いますけどそこは底辺層の割合を中間層へと押し上げていくために国債を発行してでもやるべきなんです。 今度来るべき総選挙で仕方なく自民党に投票していた有権者と投票放棄していた有権者がまた同様の判断を下すようなら残念ながら政権交代はないしかもこれだけ国民の暮らしが厳しい状況で毎日四苦八苦しているのに自民党支持や投票放棄は増税推進の考えで生活苦にしない有権者たちなんだろうと個人的に思います 日本経済と暮らしに明るい未来はないのかも。